こんにちは、ケイドラです。今日は新ガチャ引いていくんですけど、その前にねプロツアーのお話を少しだけさせていただきます。準備期間を含めると約半年間妄想プロツアーを僕らやってきたんですけど、ツアーファイナルで僕が1戦目ちょっとね致命的なミスをしちゃって、それで負けちゃったんですけど、結果的にファイナル4位という形になってしまいました。でね、やっぱり他のチームも結構思ってる方いると思うんですけども、見せたいものを見せれなかったっていう不完全燃焼な気分が多分残ってるので、結構モヤモヤしてると思うんですけど、妄想プロっていう世界は約半年間ずっと練習してきても、本番の緊張によるミスとか練習では起きなかったイレギュラーがねやっぱり本番では起きてしまったりするんで、そういうところでやっぱり長期間かけてきてもワンミスで全てが崩れてしまうので、そんなに甘くない世界なんですよね。初期位置によってね目印つけて打っていくんですけども、普段よりやっぱり緊張するというところでワンゲージ多くかけたりするんですよね。でそういうところでそのワンゲージ分でタイムロスによって負けてしまったりする世界なので、非常にね簡単そうに見えてめちゃめちゃシビアな世界だなっていうふうにもう改めて今回感じました。不完全燃焼なので、結構くよくよしていたんですけども、監督の方にも言われまして、目標だったファイナルには来たので、あまりくよくよせずに次の目標に向けてね頑張ってほしいっていうふうに言われたんで、ファイナル残れたっていうことを誇りに思って、次は今回以上の結果を残したいなっていうふうに思ってます。編成うんぬん、ファイナルでやりたかったこととか、もしかしたら動画するかもしれないんですけども、需要がなかったらやりません。でもし需要があってもやるかわからないんですけども、皆さん興味ある方いたらぜひコメント欄で教えてください。にしても長かったね。本当にいろんなプロの方も言ってるんですけども、妄想のプロっていうのは賞金制で給料制ではないので、勝たないと本当にお金もらえないんですよね。だからこんだけ半年間時間かけてきて、夜毎日練習してきてね、何時間もの時間を使ってるんですけども、一瞬で試合は決まりますし、勝てなかったらお金ももらえないんで、かけてきた時間と金額が釣り合うかって言われたらね、どっかの地区をね2回ぐらい優勝しないと帰ってこないんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そういうところではね結構プロツアーっていうのは拘束時間も多いですし、普段やりたいこともできなくなるんで、華やかに見えて結構ねしんどい部分は正直あります。もちろん勝ったら、優勝したら本当に気持ちいいんですけども、優勝できるっていうことがね保証されてないんでね、やっぱりモチベーション保つのも結構大変ですからね、簡単な世界じゃないっていうところだけちょっと皆さんにね知ってほしいなっていうふうに思います。ちょっと変な話になっちゃったんですけど、あの舞台立てるっていうことだけでも本当にね感謝しないといけないし、今後とも頑張っていくつもりなんですけども、結構ねメンタルやられたりとか、なんか寿命が縮まってるような気がするんでねなんか精神的には結構しんどい部分あるんですけど、もっとそういう緊張に強くなりたいなって個人的には思ってますね。それではガチャ引いていこうと思います。ちょっと声枯れてます、すいません。で性能全く知らないんで、まずはもうガチャ分回していきます。妄想ニュースもちらっとしか見てなくて、ちゃんと見てなかったんですけど、なんか結構イケメンいましたね今。なんか白髪の超イケメンがいたんですけど、はい、もう確定ですね。ありがとうございます。これは誰や、ごめんなさい、ちょっと本当名前わからなくて、なんか鶏が乗ってる、鶏が乗ってる、はい。このキャラは名前が読めない、ごめんなさい、本当に読めなさい。重力はフュージョンブーストの貴族性、SS はパラドックスと同じなんですね。で、パワー型なのか。で、友情ブースト持ってるから、友情意外と強いっていう感じで。重力ワープか。貴族性の重力ワープの反射ってあんまり強い印象ないですからね。そこに入ってこれるんでしょう。では、次行きます。確定なし。が、フォービドゥンサモンでは活躍したね。はい、もう一体これなんか本当に白髪のやつめっちゃかっこいい。強いのかは分からないですけど、止まったら確定ですね。止まって
止まって止まって止まらない。はいはい、星玉いきます。ではないかな。お願いします。新キャラアレキサンドライト、まあ、このキャラもスタジアムでよく使われます。ではもう少しだけ回します。いきましょう。確定ない。はい、ありがとうございます。で、ありがとう。あ、違う、イケメンじゃない。でもなんか、何これ、子供がいるのかな、これ赤ちゃんいるのかな。あ、なんか、え、さっきの機械乗っちゃったそういう感じ。はい、ごめんなさい、本当三国志あんま詳しくなくて読めないんですけど、アンチワープアンチワン法人状態上回復の砲撃型衛星弾と反射クロスレーザー L、 SS が触れた壁すべてヒーリングオイルを貼るっていうことなんで、結構あれですね、サポーター役にもなれるキャラですね。友情コンボは結構強め。ワープ魔法人か、機械属性ワープ魔法人、ちょっと後で見てみますかね。はい、いきます。いや、この左下の人が欲しい。白髪の人。お、左回転確定です。これで止まればね、 OK です。お願いします。いや違う、ヒゲ面の人じゃない。あ、もうこうなったら怖いですよね。通常ガチャは残り1体になった時のこの1点狙いがきつい。お願いします。止まって、爆死。お願いしますよ、本当にお願いします。お願い。芝、芝生って言うんですっけ、読み方が分かんないんですけど、芝生なの。いや、もうこの人いらんもういいよ、ごめんなさい、出なかったんですけど、このキャラですね。ダメオレーザーストップ、アンチロック、アンチ減速壁、最初に触れた敵出力に大ダメージ。これ8ターンで打てるのか、珍しいですね。長距離反射角3段 EL5、 あ、貫通じゃないですね。で、バウンドボンド、ダメオブロックの闇属性ってあんまりいないですよね。反射だと本当に少ないですよね。いやー、これまた怖いな。急に敵戦だったりする可能性ありますので、ね、こういうの。で、ワープ魔法陣の光属性の貫通も少ない。いや、またこれも少ないとこ攻めてるな。で、さっきのこの人ですね、おっさんは、重力ワープのハースタイプの貴属性。まあ、少ないですけど、いるっちゃいるか。いや、少ないな。少ないですね。はい。いや、もう最近本当にこのギミック適性が少ない、かつその適性が少ない劇種のキャラをたくさん作ってくるんで、こういうキャラが急になんか近畿の新階層とかでネット適正になったり、信号ですとかでネット適正になったりするんで、もうちょっと読めないんですけども、まあ見た感じあんまり今回のガチャ引かれないですね。うん、そんなになんか絶対引きたいっていうようなキャラいないんで、まあ多分皆さんスルーされるんじゃないかなというふうに思いました。はい、そんな感じで、まあ最初の方プロツァの話したんですけども、まあ、ガチャはサクッと引いてみました。なんかこのキャラどこどこで強いよとかあったら、ぜひねコメント欄にて教えてください。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。プロツァ長期間ありがとうございました。応援ありがとうございました。現地に来てくれた方本当にありがとうございました。それではまた来年あったら、いや今年かな、あったらね応援の方よろしくお願いします。バイバイ。